展示作でブレイブボードみたいなものを作ってみました。これは針金です。これはホームセンターのマフコで買ったこのやつです。で、タイヤはもともとこれがついとったけん、家にあったインラインのでかい76mm82A とかいうビールをつけてみました。スケボーのワッシャーなんかこんなやつと、ホームセンターで買うた家にあったこんなやつをかませて、ちょうどいいぐらいにグラグラ専用にして固定しました。ベアリングは家にあったボロいやつです。このライナーを調整するのがちょっと時間がかかりました。全部時間かかっとるわ。あとこのブッシュは家にあったスケボーのロングボードのやつを合わせてみました。ボルトはセクター9のなんかぶり長いやつです。で、ここにネジが、ボルトがだんだん鉄と鉄が当たって削れちゃいけんけん、あのボディーソープのなんかボロなって、なんだ、あれが悪いなってやつをもう捨てようもとったやつの、このホース、ポンプのホースを切ってこの間に入れました。あとゴムの両面テープついたやつがあったけん、それも家にあったけん、それをこの鉄と板が当たる部分に間に入れてクッションになるようにしました。で、針金で縛って裏に回しています。ちょっとこの針金がなんかあれだ、綺麗にはいいけど、時間は6時間ぐらいかかりました。で、紙、あの角度はだいたいこれぐらいじゃ、45度ぐらいじゃと思ったけん、45じゃない、30度かけん、これぐらいになるように紙を見て合わしました。これはもともとついとったタイヤです。また休みになったら滑ってみようと思います。やった。